リオデジャネイロ私立劇場のファサードリオデジャネイロ私立劇場はブラジルのリオデジャネイロにある劇場。歴史的な建造物が立ち並ぶシネランディア広場に面し、国内で最も重要な劇場の一つである。劇場は接中様式で建てられ、デザインはパリのオペラ座をモデルにしている。リオデジャネイロ私立劇場リオデジャネイロ私立劇場の1リオデジャネイロ1903年に 当時のフランシスコペレーラ・パスス市長は市中心部の大改造に着手した。その際、パリのブールバールをモデルにして、リオブランコ通りの両側に巨大な雪中様式の建築を並べた。劇場は1905年に着工し、1909年7月14日に当時のニロッペサーニャ大統領により開館した。開館当時は座席数は1739席だったが、 1934年の改修工事により現在の2361席に増加した。1975年10月19日から1978年3月15日にかけて改修と設備の近代化のために閉館した。1996年、練習と他の活動が数年行えるように別館の建設工事が始められた。別館の完成により、 合唱団やオーケーストラ、バレエの団員は新しく、より広い練習場所を得た。2010年5月1日には、1年半の期間と8000万、レアルの資金をかけた改修工事が完成し、開館当時の姿に復元された。ありがとうございます。